スイーツやフルーツを華やかに演出してくれるデザートプレート。色や形、ブランドごとの特色など様々な違いがあり、どれが良いのか迷ってしまいますよね。今回はテーブルを華やかに彩るデザートプレートの選び方を、おすすめの商品をランキング形式でご紹介します。リストの最初の製品は、シルバービジューデザートプレートコレール、コレール。人気ブランド、コレールが、ニューヨークの街並みに影響されてデザインした、プレミアムコレクション、マーケットストリートニューヨーク。その中でも、シルバービジューは、レースやビジューを散りばめたデザインがおしゃれで、いつもスイーツをより華やかに見せてくれます。同シリーズのプレートと合わせて、揃えるのもおすすめ。リストの次の製品は、チボリデザートプレートサトルニア、サタルニア。イタリアの気軽に入れるレストランやカフェなどよく使われているお皿です。適度な厚みがあるため安定感があり、とても丈夫なのが特徴。リム部分が幅広く、デザインもシンプルなので、スイーツだけでなく、朝食やおかずの取り皿にもぴったり。使い勝手の良いプレートは1枚あると便利です。次の製品は、ピーター・ラビットナチュラル19プレート酸化焦点。どこか、懐かしさを感じさせる、ピーター・ラビットが、繊細なタッチと優しい色合いで描かれています。使い勝手の良いサイズで、幅広い用途があるのも嬉しいポイント。普段使いだけでなく、ホームパーティーや贈り物にもおすすめです。次の製品は、カステヘルミプレート17cm いったら、いったら。北欧デザインの食器を手掛ける人気メーカー、いったらのデザートプレート。フィンランド語で、炉の雫を意味するカステヘルミシリーズは、連なる雫のようなデザインが施されており、並べるだけでテーブルが華やかに見えます。ガラス製なので割れやすいというデメリットはありますが、おしゃれなプレートが欲しいという方におすすめです。次の製品は、ブルーボックスデザートプレートティファニー&アンプ CO ティファニー。ティファニーのブルーボックスにインスパイアされたデザインが特徴的なデザートプレート。約 14cm×14cm の角形プレートと小さめのサイズなので切り分けたケーキや一口サイズのチョコレートなどを乗せるのに向いています。誕生日や結婚祝いなどの贈り物にもおすすめです。リストの次の製品は、メラミンプレートハローキティスケーター。レトロで可愛いハローキティがプリントされたメラミンプレート。軽量で割れにくいメラミン素材は小さなお子さんが使っても安心です。デザートだけでなく、朝食やおかずなど様々な料理に使いやすい 20cm。リストの次の製品は、ミッフィーシンプルフェイスケーキプレート、金正陶器。オランダ生まれの人気キャラクター、ミッフィーのデザートプレート。プレートの端にちょこんと小さめに描かれているため、ミッフィーが好きな子供はもちろん、大人が使用してもおしゃれ。白い丸皿なのでどんなデザートでも映え、20cmとバンドなサイズ感も嬉しいですね。匂い移りしにくく、耐久性に優れた磁気製です。このリストありにかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。